カチュール・マンデスは、フランスの詩人、文史、評論家。カティ・ウール・マンデス、カチュール・マンデス、カティ・ウル・マンデスとも呼ばれる。カチュール・マンデス・ボルドーにおいて、ユダヤ系の家庭に生まれる。ある夜の物語の気まぐれな風刺の出版によって、立ちどころに悪名を馳せたために、早くにパリで名を上げるも、1月間の交流と罰金500フランを命ぜられた。 高等派運動が起こると、当初からそれと手を組み、諸女詩集、ピロメラにおいて、比類のない要因の技巧を発揮した。その後の著書においてマンデスは、天下な陰文というものは、著しい独創性がというよりも、むしろ他の作者の巧妙な模倣が特徴となると論評している。マンデスの多芸多彩や豊かな創造力は、一連の評論や儀曲、 長編小説や短編小説に現れている。マンデスの短編は、フランスお家芸の自由奔放な、説話物語の伝統を受け継いでいる。ルノワールなどと並ぶフランス初期のワグネリアンの一人として、著名であり、1880年の長編小説、童貞王において、バイエルン王ルートビヒニセイトワーグナーについて、扱っている。1866年に、 詩人テオフィル・ゴーチェの娘で翻訳家のジュディットと結婚するが後に別居し愛人の女性作曲家オーギスタ・オルメスのもとに走った。ちなみにルノワールの絵画ピアノの前のマンデスの娘たちはいずれもジュディットの子ではなくオルメスとの間の子供である。1909年2月8日の早朝にサンジェルマン・アンデーの鉄道のトンネル内で歴史体となって発見された。 前日に夜行列車でパリを立っていることから、まだ列車がトンネル内を通行している最中に駅に着いたものと思って車両の扉を開けたものと推測されるマンデスの娘たち、ありがとうございます。